こんにちは、ガチャンです。今回はエアモニ 3.1 で前にレビューを行ったことがある、株式会社プロテクタさんの方へちょっと取材の方でお伺いをしてきましたので、そのご報告をしたいと思います。実際私がエアモニ 3.1 を使ってですね、気になるところをお聞きしたりとか、ちょっとした、情報をお聞きすることができましたので、その辺も含めてお伝えしたいと思います。まずは異常時になると2秒に1度レシーバーがセンサーからの電波をキャッチして、どのような今、空気圧なのかというのを教えてくれるのですが、平常の時にはどのような感覚でキャッチしてるのかなというのが分からなくてお聞きしてました。そうしましたら、平常時は大体、多少前後はあるんですけども、1分に1回程度受信をしているそうです。もちろん、環境によって変わってくるので1分というのが確実な時間ではないんですけども、大体目安にしていただければなというふうに思います。それと融雪剤をまかれている地域、季節の時の状況では1ヶ月に1度ぐらい外して油をつけてということだったと思うんですが、もう少し頻度が高く、2週間に1度というような短いスパンでやった方がいいかもしれないというお話もいただきました。一番衝撃的なことはですね、このエアモニ 3.1 はもう生産終了をしていて、今現在の在庫のみでの販売なんだそうです。で、開発者さん曰くですね、新商品、次の商品がですね、しばらく時間がかかるとのことなので、もしエアモニ 3.1 のような、高規格な空気圧タイヤのセンサーの方をご検討されている方は、早めの購入の方がよろしいかなというふうには思います。ただサポート品の確保はしているということなので、購入した後のアフターケアは万全な体制で取られているということなので安心ですね。ここで少しむっちゃんにバトンタッチします。さてこちらですが、お値段が3万円超えと少し高価な商品になっています。しかし特にキャンピングカーや車重が重い車体、タイヤ、足回りがとても心配不安な日が続いていました。こちらセンサーがきちんと反応してくれていることも前回の動画で分かっておりますので、運転をガッちゃん一人に任せる私としては毎日安心して助手席に乗れています。前に動画を載させていただきました、受信の感度が悪くて四苦八苦した件もあったんですが、それなりに高いお値段をするこのエアモニーでございます。もし今エアモニをご検討されている方、もしくはエアモニを持ってるけど受信がうまくいかなくてっていうふうにお悩みになっている方、とりあえず一度株式会社プロテクタエアモニサービス窓口に相談をしてみてください。繰り返しますが、安い買い物ではないと思います。そして受信感度が悪い理由というのが現在何パターンかあることも判明しているそうなので、諦めずに一度相談をしてみてください。エアモニ 3.1 の在庫の方がもしかしたらそのうちなくなる可能性はありますので、本当にご検討いただいている方は早めな安心を得るためにご購入の方はおすすめはしておりますので、ぜひ快適なキャンカーライフを過ごしていただければと思います。それでは本日のご視聴ありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。